ディスク U。 はい、どうもディスクニオン TV、はい、またまたやってまいりました。やってまいりました。はい、寒いっすね。寒いですね。今年は今年寒いですね。とにかく寒い、はい、そんな感じでCD 紹介をガンガンいきたいと思います。はい、まず第一発目は僕の方からで、こちら、ハイテンションセックスガールとヘンプコーチングジューサーっていう、アングラバンド、はい、ハードコアバンドの2バンドのスプリットです。スプリットです。これが、ハイテンションセックスガールが、これすごい名前ですよね。すごい名前ですよね。僕も名前は知ってますけど、なんかハイテンションセックスガールってなんかすごい実在してほしいですよ。どんだけのやつなんだろうねっていう。で、彼らっつったのは男なんですけど、はい、彼ら大阪の方なんですね。あ、そうなんですか。はい。で、対するヘンプコーチングデューサーが、はい、小岩とかその辺を中心に活動してるバンドで、まあ、両方とも、まあ、仲いいバンドだし、はい、で、テンションがとにかく高いっていう。ライブです。ライブでの、はい。で、やっぱライブがすごい、はい、ライブ感すごいあるバンドなんで、とりあえず、ライブ映像をいただいてきたので、はい、ちょっと見てみましょう。はい、じゃあライブ映像どうぞ。そう、こんな感じで、やっぱライブをやっぱコンスタントにずっと続けてるバンドなんで、はい、まあ、音源もすごい完成度高くて、はい、テンションがすごい伝わるような作品にはもちろんなってるんですけど、はい、やっぱりぜひともライブを東京の方の人は、小岩とかでよくやってるんで、小岩のブッシュバシってとこ行ってほしいし、はい、まあ、関西の方の人はハイテンションセックスガールを、人なんやねんっつって大阪のライブハウスに見に行ってあげてほしいなと、はい、やっぱライブでしか体験できないことがあると思いますので。結構若手なんですか。結構多分でも25、6ぐらいじゃないかなとは思います。結構平井っていうバンドとか、はい、Forget Me Not っていうバンドとか、はい、恋バンドそうそう恋バンド系からすごいいい作品だっていうコメントももらってるみたいなんで、ぜひ聴いてみてください。はい、はい、そんな感じで、はい、続いては僕の方ですかね。はい、はい、僕が紹介するのはこちら。プラスティックガールインクローゼットという盛岡のバンドですが、2月24日にトイという、アルバムをリリースしました。はいはいはい、はい、で、このバンド、まあ、聞いて分かるように、まあ、ギターロックでちょっとシューゲーザーな、うん、まあ、バンドなんですけれど、21歳の、まあ、若い人たちがやってるバンドで、シューゲーザーのイベントでトータルフィードバックっていう時は、高円寺のハイっていうライブハウス、はい、新しくできた、そうなんですね、はい、やってたりして、でもそれのコンビも出て、トータルフィードバックっていうコンビが出たりしてるんですけど、まあ、そのあたりのシーンのバンドなんですね。で、こちらも、PV が届いてますので、はい、見てみましょう。はい、じゃあ、PV です。
どうぞ。メロディーで、まあ、あの演奏はちょっと防音とかがシューゲーザーっぽいなっていうところもあるんですけど、ライブもすげえ良さそうだね。そうなんですよね、はい、なので一回は見てみたいですね。結構この後、リリースツアーっていうのが、3月、4月と、全国回るみたいですので、うん、はい、あの全国各地でいろいろ見れる機会もあると思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。プラスティックガールインクローゼット、プラスティックガールインクローゼット、はい、です。はい、はい、じゃあ続きまして、そうですね、はい、僕の方が最後、はい、紹介するのはこちらです。はい、レディオ、はい、You got a radio、 あ、なんですか、 You got a radio、 You got a radio、 You got a radio です。はい、はい、で、このバンドは、まあ、パンクレーベル、はい、といえばパンクレーベルのなんか、まあ、カルトパンクレーベルと呼ばれている、はい、ニードルレコーズっていうのが出てるんですけど、はい、まあ、女性一人を含んだ3人組で、はい、まあ、ニューウェーブ、そうですね、ニューウェーブっぽい感じで、亀山さんがよく紹介するニューウェーブとはちょっと一味違う感じの、まあ、やっぱパンクショックが、そうですね、うん、ちょっと残った土臭いというか感じのバンドで、はい、とりあえず、映像の方をちょっと借りてきてるんで、はい、見てみましょう。はい、じゃあ映像の方をどうぞ。パチェロ感じで、はい、結構 PV を組み合わせた感じのものなんですけど、はい、やっぱライブもすごいかっこよくて、結構やってるんですかね。結構しょっちゅうやってて、ソカベ圭一バンドとかとやったり、あとパンク業界でちょっとガレージっぽいというかパワーポップっぽいバンドの、はい、カリスマ的存在なファイヤースターターっていうバンドがいるんですけど、はい、結構昔からやってるバンドのイベントに出たりとか、はい、結構ね、注目は最近すごいされてて、はいはい、でライブ見た人はみんなすごいかっこよかったねっていうバンドです。盛り上がりそうですね。盛り上がりそう。結構ダンス、そうそう、踊れる感じだし、やっぱりニヒルな部分も少し含みつつで、パンク的要素も結構あるので、はい、その辺のやっぱり刺さる人にはズサッと来る感じの音です。はい、ライブの方もぜひチェックしてみてください。はい、チェックしてみてください。今週はそんな3アーティスト、4アーティストですかね。はい、4アーティストですね。なんかもう少しで大宮セールが始まりそうですね。はい、ちょっとこれ行ってみましょうか。俺は行ってみますか。行ってみちゃう。売り子やっちゃう。売り子やりたいです、ね。売り子やりたいよね。レジとか触れるのあった。僕やってますよ、前。ああ、下北店でとかいろんなお店。ああ、そうか。俺もう触れないですね。新レジになってからいじってないです。ですということで、はい、僕がレジで、立って頑張ります。
そういうことで、はい、じゃあ、はい、来週ですね、また。そうですね、はい、はい、また来週、さようなら。